僕はすごいめっちゃライトな話をこれからします。皆さん結構しっかりしててビビりました。ギャングスケジュールはすごい良さそうだな。はい、ちょっと僕どっちかっていうと自己紹介結構メインにしたくて。はい、僕はあの吉会って言って昔歌舞伎10月まで歌舞伎、9月まで歌舞伎って会社働いてて、最近あのシンスペクティブっていう結構スタートアップ人工衛星スタートアップの会社転職して、クバネスとかバックエンドのやつやってます。右のは僕が趣味で書いた本です。皆さんご存知だと思うんですがオキュラスクエストっていう VR のやつの本で、全然クバネスと関係ないんですあと一応なんかまあイメージつかんでもらうために、衛星あの衛星ってなんかオプティカルなあの写真みたいなやつと大きくあの距離とかが分かる SAR 衛星っていうのがあって、あの弊社は衛星 SAR 衛星の方やってます。左側のまあですね、あの Google Earth とかで撮れる写真、上からの航空写真みたいなやつで、右側の衛星で撮ったやつで、色はあの分かりやすくするためにその距離で色分けしてるって感じです。まあ、なんか山の凹凸とかがこう出てる感じです。はい、で、あとまあ今使ってるやつで、あの得た知見これからするんですけど、今作ってるのがあの衛星画像解析用のプラットフォームで、まあ、クマネス上部でバッチやったりとかして、だからさっき あのヤングスケジューラーとかすごい使えそうだなって思いました。あとあのアルゴとか、さっきちょっと一瞬紹介したボルケーノとか使わずに、まあ、自前でクライアントコードやってるんですけど、これが最高かどうかはちょっとまあ今後分かるちょっといろいろまあ大変なんですけど、一応メリットとしてはクバネスの知識だけで新しい人が入れるし、まあそれで解決できるって、まあ、メリットというかそういうのもあります。あで、まあ、話す内容はあのクライアントコードで、まあ、認証話でも全然別にこれ新しい話でもないんですけど、まあ、便利だったんでちょっと紹介がてらって感じです。でまあ認証用のトークンをあのクライアントの API 側の、まあ、リポジトリではもちろん管理したくないし、あとはまあ GK 使ってるんで、できれば権限周り GCP のサービスアカウントがええ感じでやってくれると嬉しい、ハッピーですという話です。で、まあそういう機能がまああって、OAuth、プラグインっていうの、 Google の OAuth プラグインっていうのがあります。で、これ使え、まあ、どうせ使えるかっていうのは2つの情報だけで使えて、あのマスターの、まあ、いわゆる、まあ、これは当たり前ですけど言います。あとは、まあ、マスターの CA、 そこしあのルート認証のやつだけ持つのちょっと微妙なんですけど、まあ、必須なんで持つ必要があります。あとは、まあ、あとはあの GKE を操作できる権限を持ってるあのサービスアカウントについてはノードにデプロイすれば動かせると。で、一応ソースコードをもうなんか資料作る時間なくそのままペタってGoogle 社が作ってくれたらそのままあるんですけど、ここ、まあ、主に大事なのはこの辺で、まあ、Google のプラグイン使えよって言って。ちょっともうちょっと大きくですね。はい、すいません。大きくなったでしょうか。なんかこれ以上限界みたいな、これ限界サイズなんで。はい。で、まあ、Google、まあ、これはあの当時のサンプルなんで、今 GCP で動きます。あと、まあ、使うときに、まあ、CA のファイルと、あと、まあ、ホストの URL やれば、まあ、それだけで使えて、まあ、だいぶ便利に、簡単に使えますっていう話です。あと、もう終わりなんですけど、まあ、あと、OAuth プロバイダー、どこで提供されてるか、僕、ドキュメントが見つからなかったんですけど、なんか、まあ、ここの、クライアントコードに限って言えば、ここの見ると、どれが使えるのかが、まあ、大体分かる。Azure あるし、OpenIC コレクトもあるよとか、OpenStack もなんかあるんだなっていうのが分かります。ただ僕 GCP が使ってるので、他のはよく知りません。はい。あと、メンバー募集してます。すごいグローバルなメンバーで、ミーティング全部英語なんで、英語を学せてお得っていう会社です。よろしくお願いします。はい。